ヒカキンゲームズ。みんなごめん。4年間本当にごめん。待たせたな。こちらをご覧ください。みんなと僕がおじいちゃんおばあちゃんになる頃に全クリできる。ダリヌリ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 。ヒカキンのゼルダの伝説ブレスオブザワイルド実況、4年ぶりに復活します。4年2ヶ月ぶり。前回投稿したのが2018年5月18日パート18。今回この2022年パート19で復活です。本当に楽しみにしてくださったファンの皆さん、お待たせいたしました。4年ぶりに復活ってギネス乗るんじゃないかな。うん。でこれ一応気になってる方がいらっしゃるかなと思いまして、なんで、まあ、4年前ですかね、実況が途絶えてしまったかを説明したいんですけど、もうこれ理由は本当一つなんですけど、寝る時間がなかったです。その多分当時2時間睡眠とかで毎日生きてて、まあ、めちゃくちゃね、それだけいろんなやるべきこととかお仕事いただけてるっていうのが幸せ極まりないことだと理解しながらも、ちょっとどうしてももう自分の中で時間のやりくりがパンクしてしまって、まあ、実況が止まってしまったんですよね。でそこからなんでじゃあ4年間も復活できなかったのっていう部分についてなんですけど、ここについても復活できなかった理由は本当一つだけで、軽い気持ちでとりあえず1本だけ動画撮って復活って言おうかなみたいな、そういう軽い感じで言ってしまって、またすぐ実況が止まってしまうとかだと、それは楽しみにしてくださってる視聴者の皆さんに失礼かなと思って、ある程度コンスタントにこう動画を実況アップできるようになってから復活しようと思ったら4年経ってました。この決断するのに4年かかるって理解しがたいと思うんですよ。それはないんじゃないみたいな。ただね、これもなんか本当にね、僕の時間のやりくりが下手だったり忙しいアピールみたいになってしまうんですけど、本当にそれくらいのスケジュールでこの4年2ヶ月 YouTuber をやらせていただけてたんですよね。まあ、本当に幸せ者ですね。ありがとうございます。ただね、この夏もう本当に何としてでもこのヒカキンゲームズのゼルダを楽しみにしてくださってるファンの皆さんの期待に応えたかったんで復活しました。多分これ僕にしか分かんないんですけど、街中でこうファンの方に会うじゃないですか。ヒカキンさんゼルダ楽しみにしてるからねとか、まあネットのねメッセージとかリプライとかそういうのでも、ヒカキンさんゼルダいつになるんですかとか、生配信しててもチャットとかでゼルダ復活まだか、ゼルダ復活まだかとか、まあ多分1万回ぐらい言われてるんですよね。なので絶対いつか復活 したいと思ってて、いよいよ復活。もう今回もう 寝なくてもやるから、うん、寝ないでやるからちゃんと、うん。で復活第1発目は心中バトルですかね。確かパート18の4年前ね、そんなところで終わってた気がするんで、なので今回は必ずもうちょっと僕先のこと調べたり他の実況者さんの動画を見ないようにしてたので、全クリまでどんくらい大変なのか分かんないんですし、ラスボスがガノンドロフかちょっと分かんないんですけど、
まあ、ラスボスガノン、ガノンだったかな確か。ちょっと僕4年前でちょっと少し記憶が薄くなっちゃってるんですけど、ガノンを倒すまではしっかりとやりきりたいと思います。まあ、今日この動画が上がってすぐ動画の枠は公開されてると思うんで、皆さんぜひ通知ボタンとかね、グッドボタン押していただけたら嬉しいです。いやー、にしても4年ぶりだから、俺どんくらいプレイのあれ覚えてるか分かんないんだけど、あえてこの先も一切調べずに他の実況者さんの動画とかも見ないようにして頑張りたいと思います。下手だと思いますが、ぜひ見に来ていただけたら幸いです。というわけで、この夏ゲームで盛り上がりましょう。そしてね、夏休み明けのスプラトゥーン3発売とかも超楽しみですよね。それもヒカキンゲームズではね、もう発売してすぐ全力でやろうと思ってるんで、お楽しみに。というわけで、2022年夏もヒカキンゲームズをよろしくお願いいたします。よかったらグッドボタン、チャンネル登録、そして SNS のフォローもお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。うっばーたりぬり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 。